えー、ひゆきさんこんにちは。シンデレラのお話はご存知でしょうかシンデレラは魔法使いによって美しいお姫様ともなり舞踏会に出かけます。夜12時を過ぎると魔法が溶けて元の姿に戻っちゃうから気をつけるよう厳重注意をされていましたが、時は立ち約束の時間が近づきました。残り10秒となった時、秀どさんがシンデレラならどのように行動しますか便所に行くか、いきなりその場で着てる服全部脱ぎますね。あのー、シンデレラの魔法って、自分が着ていた服は元に戻るんですけど、 自分の体から離れたものは戻らない魔法なんですよね。なので、あの、ガラスの靴は自分の体から離れていたので、ガラスの靴のままで魔法が解けなかったんですよ。なので、その魔法が解ける瞬間だけ全部服脱いで全裸になると。で、その時間過ぎましたってなると、もうそれはいくら触っても魔法解けないんですよ。なので、その服を着直すっていう。 要はあのガラスの靴がその後も何日かも回っていろんな人の足に触ってシンドゥーラに履かせても魔法を解けなかったじゃないですか。なので魔法が解ける瞬間だけ体に服がついてないっていうのがあの魔法というか呪いなんですよ。なので突然全裸になるっていうので,で服着て何かっていうので押し切るっていうのをやるんじゃないかなと思います。